第4話、狙われるナルト。鹿丸たちが謎の忍びたちと戦闘を繰り広げている頃、カカシ藩は木ノ葉隠れの里へ戻っている最中だった。カカシ先生、なんでさっきのやつ追わなかったんだ。やつらを追えば何か分かったかもしれねえってのに。それはどうかな。どういうことですか。足跡だよ。足跡。そう、聖火の滝で鹿丸が見つけた足跡と砂漠に残っていた足跡は確かに同じものだった。ならやっぱり奴らが。だが襲ってきた奴らの履物はあの足跡とは異なっていた。それに、それに苔がついていなかった。苔？それはどういう意味だ。つまり誘拐犯と私たちを襲ってきた奴らは別グループだってことね。そういうこと。うわっ、ナルト。いろいろと仕掛けがあるようだな。どうやら待ち伏せされてたみたいですね。ナルト、先に行ってルートを確保して。向こうに行ける道を探さねえとな。待て、影分身の陣。気をつけて。はあ、影分身の陣。影分身の術。影分身の術。つら。螺旋丸。影分身の術。つら。一撃。螺旋丸。これでみんな通れるってばよ。よくやった。先を急ぐぞ。道が封印されてるな。この封印はみんなでタイミングを合わせて攻撃すると解くことができるはずだ。同時に攻撃しましょう。2、1、今よ。よし、うまくいったぜ。影分身の術。つらっ。追加の術。影分身の術。了解。気をつけた方が。攻撃中。2、1。
分身の術。そっちゃっ、おいしそうです。一気にズルだ。一球一球いけ、影分身の術。ちゃっ、そうか、影分身の術。ちゃっ、しゃっ、橋を全員で渡るのは危険だ。こっちの敵は私たちに任せて。お前に橋を渡ったら向こうの敵を何とかしてください。早く向こうに渡らねえと。渡り切ったぞ。影分身の術。ちょっ、影分身の術。ちょっ、影分身の術。はあ、影分身の術。はあ、はあ、よし、後に続くぞ。なんてやつらだ。一旦引くぞ。待っていたぞ、人中力。お前はさっきの貴様を倒し、元帥様の仇を取る。覚悟しな。待てってばよ。ナルト、もたもたするな。来るぞ。くらえ。向かうしかねえのか。しっかりしなさい。影分身の術。動けない。わかったわ。影分身の術。くらえ。私に任せて。助かるよ。影分身の術。連携攻撃にチャンスよ。加賀先生、行くぜ。みんな、すまねえ。影分身の術。ちょっ、いくな。影分身の術。離れて相手をよく見る。動けねえ。